ダメですし。はい。今日はカグアのルージュとブランの紹介です。で、このカグアなんですけど、なんかまずパッと見て思うのがベルギービールなのっていう。で、まあ、ゆくゆく聞いてみたら、なんか日本がベルギーにお願いして作ってもらってるビールみたいで、で何が特徴かっていうと、で通常ビールを作るときによく使われているのがオレンジピールとコリアンダーが使われているんですけど、そのオレンジピールの代わりに高知県の柚子が使われてて、コリアンダーの代わりに和歌山の山椒が使われているビールになるみたいです。まあ、その目的としては和食に合うビールということで、まあ、他にはない香りだったり風味が味わえるのかなって思います。で、あとこのタグとかすごい特徴的だと思うんですけど、これ和服をイメージして作られてるみたいです。で、一応ここが前掛けですね。そう言われたらなんかますますすごいおしゃれですよねでもぜひそう、なんか和食と合うように作られたって言われただけあるので、和食と合わせて食べて飲んでしたいなって思いました。で、度数は 8%、9% で高めなんですけど、で、カグアのグラスなんですけど、ベルギービールは普通、まあ、それぞれ専用グラスがあるじゃないですか。で、カグアはワイングラスで飲むようにって勧められていて、で、またなみなみいっぱい注ぐんじゃなくて半分まで注いで、で、その、まあ、空いてる空間で香りを楽しむようにって言われてるみたいです。なかなか他にそういったビールってないと思うので、こっちが小麦で大麦っていう違いがあるみたいなので、飲み比べてみてください。そこはいい、そこはいい。